本日木曜日は FM 技能スタッフの広木が担当します。 サザンブリーズおブルガリさんお久しぶりですどうもどうもそれではサザンブリーズ始まります 時刻は午後3時を回りました。この時間は FM 技能湾 Q7 のスタジオからサザンブリーズをお届けします。本日木曜日を担当するのは FM 技能湾スタッフのひろきです。えー、よろしくお願いします。えー、とサザンブリーズですねあの、昨年の12月から放送開始していますが、えー、今月11月からですね、3回目の改編ということで、あの最初はですねあの、早見さん、前のスタッフの早見さんと、 うちのスタッフが一緒にあいやです違います、ね、4回目ですかね最初速見さんと山内さんがやっていてでその後早速見さんと各スタッフが担当してでその各スタッフが担当しているときに、まあ、アシスタントをつけたりしたんですけども3回目ですね今,今月11月で3回目の改編を終えてで各スタッフが1人でパーソナリティを務めることになったんですけどもまあね えー、先週までですね、このにぎやかなアシスタントと一緒に、サラちゃんと一緒にお届けしたので、久しぶりの一人っていうことで、まあ、ちょっと緊張してるんですけども、まあ、リラックスしてお届けしたいなと思います。でも、11月も3日ですよ。今日11月3日、文化の日なんですけども、今日ね、すごい文化の日以外にも、いろんな日になってるみたいなんですよ。例えば文具の日っていうことで、 あの文具と文化は歴史的に同じ意味ということだから文化の日を記念として文具の日というものを東京都文具事務用品商業組合が1987年に制定したりとかあと漫画の日漫画は文化として認知してもらいたいということから文化の日を記念して 文化の日にこの漫画の日日ににこ漫画ととという,ふうにしたりとかあとレコードの日またこれもレコードは文化財ということから文化の日を記念日としたっていうふうなことであってでそれからハンカチーフの日とかいいお産の日ゴジラの日みかんの日というふうな形で今日はすごい、まあ、サンドイッチの日アロマの日ちゃんぽん麺の日調味料の日いいレザーの日ということで今日 すすごいいいろんんななな記念日と重なってるみたいなんですよ毎週今日は何の記念日だろうなっていうことでチェックしてるんですけどこんなに記念日が重なってるのはこの11月3日なのかなと思いますで本日文化の日なんですけど文化の日まあ文化の日って何だろうなっていう文化の日このまあ祝日になってるわけですけど日本の 祝日とか祭日っていうのはもともと神道とか皇室に由来のものが多いんですけどこの文化の日もともとはですね明治天皇の誕生日だったみたいなんですよでかつてはまあ天朝節、まあ、天皇誕生日のことを天朝節って言ってたんですけどもこの天朝節だったんですけど、まあ、明治天皇が奉御されてから明治節っていう名前にだったみたいなんですけど、まあ、1946年の祝日法で、まあ、文,文化の日になったみたいで でまあ、最近ではです、ね、この文化の日という名前、だちょっとわ分かりにくいなということで、まあ、明治の日、まあ、分かりやすいように明治天皇の誕生日だったとっいうことを分かりやすいようにするために明治の日にしようという動きもあるみたいなんですけど1948年に公布、制定された祝日法で自由と平和を愛し文化を進めるということで。 まあ国民の祝日に決められたみたいで毎年この日にはですね文化勲章というのが贈られるんですけど、まあ、今年はノーベル医学生理学賞を受賞した大角義典東高大栄養教授とかあの水玉のデザインで有名な草間弥生さん、まあ、ルイ・ヴィトンとコラボしたりとかしてすごい方なんですけど草間弥生さんとかそれから数々の有名な曲「別れの一本杉」とか「矢切の私」とかなどを作曲された船村徹さんとかが 今年の文化勲章を受賞されたみたいで、まあ、今朝皇居で新授式が行われたみたいですね、はいまあ、文化の日、まあ、秋も入ってちょっと沖縄の方でも肌寒くなってきたんですけど、まあ、秋、まあ、芸術の秋スポーツの秋食欲の秋いろいろあるんですけど今日はですねメッセージテーマはあ,あなたにとっての秋って何ですかっていうことで、まあ、芸術食欲スポーツ いろいろあると思うんですけどあなたにとっての、まあ、この時期何をしたいのかっていうのをぜひメッセージでお送りください。 メールアドレスは7 9 7 f m g i n o 七九七 c o m 7 9 7 f m g i n o ドット c o m です。皆さんのメッセージ、ツイキャスへのコメント、お待ちしております。早速ツイキャスにメコメントが来ております。エコザイルさんからハロハロて来ております。いつもありがとうございます。チャラチャラチャラい,い AKB ファンさんから、ヒロキコンチース、今日から一人やな頑張れよって来ております。ありがとうございます。皆さんのツイキャスとメッセージに支えられておりますので、ぜひともメッセージとツイキャス、お寄せください。 それでは本日の一曲をお届けしたいと思います。まあ今日は文化の日ということなので、まあ文化、カルチャーということでお届けします。一曲目は、えー、カルチャークラブで、カーマカメリオン、カーマは気まぐれです。どうぞ。 今日からもうスタイルも一新して各スタッフいろんなコーナーを持つことになるんですけどまあ先に言っておきますけど私はまあ本日というかまあ芸能のニュースをちょっと独自の視点と目線で切っていこうじゃないかといろいろ下調べをしてきたりとかまあランキングとかを調べてきたりとかしてちょっとまあ何て言うんだろう まあ、こぼれ落ち的な芸能情報というかまあまあ独自の視点で芸能情報をお届けしたいなと思っておりますで本日はゲストさんも来ておりますのでゲストさんもお迎えしますので皆さん是非とも本日もよろしくお願いします 私のバインダー、あのーまあ、毎週こうやって喋ってはいるんですけどこのんだろうスタイルがちょっとずつちょっとずつ変わっていくとまあ緊張するんですよねでもすでに喉がカラカラというでまたその準備に時間をかけすぎた結果この告知用のバインダーを忘れてきたという今取りに行ってもらってますありがとう。 大事、大事、てっきり忘れてましたねさあ。皆さん、メッセージお待ちしておりますので、ぜひともお寄せください。今日は、まあ、芸術の秋、あなたにとっては何の秋ですかということで。 もう沖縄の方でもだいぶ寒くなってもこの時期って一番ちょっと困る時期ですよね、まあ、例えば布団を出していいのかなとか、うん、片付扇風機片付けようかないやでもね暑いしなまだいっかクーラークーラーはさすがにいいだろういやでもかけなかったら暑いなみたいなそういう時期かと思うんですけど、まあ、この時期皆さんどういうふうにしてますか秋が入ってもう県外の方では結構ね秋秋って 冬ななのかな11月は暦上1212が多分冬になると思うんですけども。 遅刻は午後三時十分を回ったところですこの時間は FM ギナワン救難のスタジオからサザンブリーズをお届けしてますなんかね風もねちょっと強くなってでまた風も冷たくなってより一層秋っぽいなって感じるんですけどこの時期ってちょっと服装を半袖にしようか長袖にしようかって迷いますよねまあ長袖で行こうかなって朝思ったんだけど実は昼は暑かったとか で半袖でいいかなと思って出たり夜寒かったとかこの時期のファッションって非常に困りますよね皆さんどうしてますか、えー、ツイキャスにコメント頂い,いておりますブルガリさんヨナミネさんこんにちはっていつもありがとうございます今日は一人でお届けするのでぜひとも応援のメッセージとかまた本日のテーマであります「秋」「あなたにとっての秋って何ですか?」っていうメッセージどんどん。 お待ちしております。メールアドレスは7 9 7 f m g i n o 1 c o m です。さてさ、ここからはお天気道路交通情報をお伝えします。えー、沖縄本島中南部本日3日北東の風強く、後やや強く、曇り時々晴れ、波の高さ4メートルとなっております。降水確率は午前0時から 午後6時までが10％、午後6時から深夜0時までが10％となっております。那覇、えー、日中の最高気温那覇で26度となっております、えー。まだですね、暑い、ちょっと暑いかなってマシ、まあ、によっては扇風機とかクーラーまだ必要かなと日中はですね感じる気温だと思います。えー、以上。 お天気情報でした。続きまして道路交通情報をお伝えします。えー、宜野湾市内国道五十八号線。えー、とですね。これは。大蛇名から伊佐北向きにかけて若干渋滞が発生しております。えっとですね。私がこの f. M. 偽の案。来るときに五十八号線通るんですけど、ちょっと工事をしている場所があるんですよ。そこが。 ちょっと渋滞になって3車線から2車線にならないところがあるので多分そこで渋滞していると思います場所は大蛇名から伊佐にかけての間北向きですので,、はい、で同じく国道58号線北行き浦添市内、グスクまで北向きが渋滞しておりますそれから浦添市内大平,交差大平インターンのところで,です、ね、渋滞が発生しております まあ今日は、えー、お休みの方もいるかと思うので、今運転されている方はですね、まあ、ちょうど3時ぐらい、まあ、朝早起きしたらちょっと眠気が気になるかなっていう時間帯かなと思うので、ちょっとコンビニに寄ってコーヒーを飲むなり、お手洗いするついでに顔をパシャパシャっとするなりして、まあ、一息ついた安全運転心がけてください、えー。以上、道路交通情報をお伝えしました。えー、ツイキャスに。 コメント来てますからねあブルガリさん、なはなはって千田光雄かって、来てます、あのさっき、ちょっと一瞬、ナハって感じゃったんですけど、千田光雄さんのナハナハのギャグって、多分僕と同じ23歳同世代の方、分からないと思うんですけどね、でブルガリさんが、夜なみね D なら渋滞、駆け分けてくるんやろうってあるんですけど、私は渋滞をきちんと待ってきました、はい、車なので。 はい、えー、皆さんツイキャスへのメッセージコメントお待ちしておりますので皆さんどしどしお寄せくださいそれではここで1曲お届けしたいと思います、まあ、最近何かと話題の、まあ、今年解散するというあの1月に発表したあの国民的スターというかアイドル SMAP の 曲でまあ、今日は先ほど何の日っていうことでみかんの日って紹介したんですけど全国果実生産出荷安定協議会と農林水産省が「いいみかん113日」という語呂合わせであの11月3日と12月3日をみかんの日としてるみたいなんですけど、まあ、みかんとオレンジ、まあまあ、厳密に言ったら違うんですけど、まあ、似てるっていうことであのこの曲を。 私がセレクトしました。じゃあそれでは一曲お届けします。スマップでオレンジです。 あ、マイク入ってなかったえー、っとですねあのーまあ、スマップでスマップスマップ今週のスマップスマップにユーミンが出たみたいでこの CD 新しい CD そういえば今月出るなっていう話なんですけどもうんぜひともチェックしたいなかけようかな 極力ね、あんまりそのユーミンばっかりになっちゃうからユーミンの曲はあえてかけないようにしてるんですけどで皆さんがリクエストでユーミン聞きたいって言ってくれたらそれはもうリクエストだからかけざるを得ないっていうことでかけるのでなんかね、まあね、それこそクリスマスが近づいたら、まあ、ユーミンの、ね、恋人がサンタクロースリクエストがあると思うのでぜひ私の番組でリクエストしてください。あのかけますというかかけたいのでぜひぜひ。 まあ今日はうまく進行できてるかなうんうん すすごいですねスマップ多分このこれぐらいのその今はなかなかな、ね、い 8cmCD の時からのアーティストなので多分もう僕と同世代は CDMDCD CD ももう1 2ンチが主流になった時の世代なのでこの あ,あでもギリわかるかるな僕が小学校の時8センチ CD で「団子ご3兄弟」の CD があって「で団子3兄弟」すごくてど沖縄中のどこもかしこもの,その CD ショップ回ったんですけど全然「団子ご3兄弟」なくてで多分唯一その僕が見つけたのが牧師のなんかねあの平和通りら辺にあった CD ショップまタ、あ、カレコードじゃないですけどで会って買って。 っていう記憶がああるんですけどもあの時はすすごかったですよね、まあ、今はもうそう店舗から CD がなくなるっていうような話はなくて売れなくてなくなっちゃうっていうケースしかないのかなとまあ時代の変わり変容ですねじゃあゲストさんも呼んでいきます C. M. にいます、ね。はい、時刻は午後三時、まもなく二十二分を回るところです。この時間は F. M. 宜野湾救難のスタジオよりサザンブリーズをお届けしております。うん さてここからはですねこの芸術の秋にふさわしいゲストさんをたくさん迎えておりますのでご紹介したいと思いますまずはすいませんゲストさん自己紹介をお願いしますはいこんにちは私こじゃかベリーダンスの代表こじゃかと申しますはいこんにちは天間高校2年生の島袋里奈と申します はい、えー、こんにちは、えー。ギナワン市内で活動している B-boy チームコンベンクルーからやぶ、えー、です、えー。落語をやっております南平国太と申します。よろしくお願いします。<laughs> はい、よろしくお願いします。今日はですね、あの4名のゲストの方にお越しいただいているんですけども、本日はですね、この芸術の秋にふさわしいイベントがあるということなので、まずはそのイベントのことを簡単にご紹介してもらってもよろしいですか。はい、えー、こんにちは。えー 本日はイベントの告知でこちら FM 技能ワンさんにやってまいりましたイベントを企画しています私小坂と申します今月11月13日日曜日に茶ンにありますライブハウスモッツさんの方でダンコラボリューム3というイベントを行います、えー、とダンコラでは えー、ダンスコラボレーションの名の下様々なジャンルのパフォーマンスをお届けいたします、えー、音楽、ダンス、歌、ワクワク、えー、笑いを出演者とお客様とで共有しみんなで一緒になって楽しんでいただけるイベントですので、えー、皆さんどうぞ来ていただきたいなと思います、はいえー、こちらのイベントそのいろんなこのまあ、落語だったりとかズンバだったりとか スストトリートダンスだったりとかいろんなのがあるんですけどこのイベントこの開催しようと思ったきっかけとかってございますすかあそうですねきっかけは、はいはい、私がダンス好きで、はいえー、違うダンスをいろいろジャンルの違うものを見たり交流したり、うんえー、それぞれの活動を、えー、紹介できる場があったらいいな とかあとお客様や子どもたちにいろんな国の音楽やダンス、うん、文化を見てもらいたいなっていう思いから始めました、うん、でこのイベントなんですけどもこの例えばその今までにその行ってきたもので例えばどういう風な今回そのゲストで来られた方歌だったりとか、まあ、落語とかこのベリーダンスとかなんですけどもそれ以外にもこれまでにどういったダンスとか。 今まで開催した、はいえー、出演者は、えー、南米のサルサダンスやフィリピンダンス、うん、あと沖縄から空手、うん、あとエイサーの団体に出演していただきましたなるほどじゃあもう沖縄日本だけじゃなくてこのワールドワイドな、はい、そのイベントになってる感じですね。 一度に見れるおいしいイベントという感じですね。うん、<laughs> ここでもうせっかくその皆さんその違ったことをされてるみたいなので皆さんどういうことをされてるのかっていうご自身の,その自己紹介してほしいなと思うんですけどじゃあまずは小坂さんから。 お願いいいしてもでっと小坂ベリーダンスは、えー、週1土曜日に、うんえー、ベリーダンスサークルを開催していまして、えー、ちっちゃな子から、えー、大人までお子様連れでも、うん、あの体を動かして、えー、日頃のストレス発散やあと美しい動きを身につけるためのサークル活動をしています。じゃあ島袋さんあの普段はどういった ことされてますか。と週に一回ボイストレーニング教室に通ったり、と家とかでとってもなんか大きい声で歌ったりして、親にし、うん、めっちゃ怒られてる。<laughs> <laughs> 普段からじゃあもう音楽を普段はどういう歌を歌ったり活動されてます。ああいつもは J ポップが多いんですけど、<ん>今回のイベントはなかグローバル。 日本だけじゃないなと思ったのでいつもとは違って洋楽を選曲したりしましたなるほどじゃあコンベンクルーさん、はいえー、自分たちコンベンクルーはです、ねえーとまあ、紹介みたいな感じなんですけど2001年にですね正式にクルーとして活動を始めてですね今年で15周年、まあ、先日もちょっと15周年記念パーティーみたいなのをやったんですけれども、えー、とストリートダンス ブレイクダンスとしてまあ頭で回ったり背中で回ったりみたいなそんなダンスをしているそんな熱田なんですけど b ボーイをやってましてで自分たちチームはちょっと個性的なメンバーがたくさんいるのでまあ派手な技も見ながらそういった個性的なダンスを見てくれたら楽しいかなと思ってます。さんそれにしても なんかいい声してましゃべる仕事です、ね、いやすごい,ないいやごな喋ることもやったらいいけど <laughs>、えー、私の,の <laughs> 落語やってますんで、まあ、とにかく今回は、うん、踊りの中で落語が浮かないように <laughs> 頑張りたいなと思っておりますけどふだ、うん普段は那覇、えー、市内の居酒屋とかちっちゃなとこで細々と仲間と一緒に、えーてえー、江戸落語をやっております。 ななるほどなんか皆さん、この結構まあ、普通、まあ、普通っていう言い方あるかもしれないんですけど私からしたら結構かなり珍しいことをされてるなと思うんですけど特にそのベリーダンスとか落語ってなかなかかその普通の生活であまり触れないところだと思うんですけどきっかけってどういうきっかけで始められたんですか。そうですね、はい、私はえー、っと ダンスが好きでサルサダンスをやってたんですけどそちらのスタジオの方でベリーダンスも教えていて、はい、でそれでそのベリーダンスの方にもはまってしまったという感じですね。このベリーダンスってあのこのへそ出してこう、はい、なんて言うんだろうこのどっちかっていうとラテン的なイメージなんですけど。<laughs> はい えとベリーダンスはあの中東のダンスでアラビアというかエジプトとかトルコの方で踊られているんですが今ではもう世界中に広まっていて、うん、あのたくさんの人にあの親しまれているダンスです。なるほどそれからあの、国泰さんもその落語って<や>なかなか沖縄の人には馴染みがないかなと聞く人も少ないし、うん、やる人も少ないでも 沖縄に沖楽来八甲師匠という方、大山に稽古場が昔あって、その頃に三年ほど教えてもらって、今はまああの独立してやってるんですけども、まだまだこれからえ楽を聞く人も増えてくれればいいなと思ってやっておりますね。なんかきっかけとかってありますきっか。楽を始められた。楽はまあ嫌いではなかったけど沖縄に。 本物の東京で活動してた本物の真打ちが住んでるんだということでまずびっくりしてこれちょっと興味あるなと思って一回訪ねに行ってそのまんま教えてもらうようになったという感じですね、うん、なるほどなんか皆さんいろんなきっかけでこの今されてることを行ってでそれがまた舞台で発表されるということなんですけどもそれではまたその じゃあ最後にですねこのイベントのまたそのこう皆さんの,この活躍の場を見れるこのイベントの詳細をもう一度具体的に場所だったりとか料金についてお伺いいししてもよろしいですか、はいえー、と11月13日日曜日オープン17時半スタート18時半前売り券が1500円、えー、当日1800円会場ライブハウスもっつ。 小学生まではなんと入場無料になっておりますのでえぜひ皆さんこのもりもりたくさんのイベントにお越しいただきたいと思います、うんうん、その芸術の秋でそのいろんな芸術に触れるチャンスかなとこの普段だったら1つのダンスだけだったりとか歌だけだったりなんですけどこのイベントいろんなダンスだったりとか歌とかに触れることができると思いますのでぜひとも皆さん お時間ありましたらこの足を運んでいただきたいと思うんですけどじゃあもう本当の最後の最後に皆さん、このイベントに向けての一言とかよろしければ今後、まあ、こうしたいとかっていう目標とかあれば一声いただきたいなと思うんですけどじゃままずは小坂さんからお願いしますすそうですね今回出演が、えー、歌の島袋玲奈さん、えー、落語の南庭国ったいさん、えー、ストリートダンスのコンベンクルーさん えー、でここには、えー、いらっしゃれなかったんですけれどもズンバからアンディ・ナミ・フロム・ズンバ、えー、フラダンスの、えー、フラハラ・ポアエの沖縄さん、えー、そしてタヒチアンダンスのポエマ・ラマさんそして、えー、アラブ楽器のナシーム、えー、最後に私たち、えー、ベリーダンスチームコジャカ・ベリーダンスであの会場を盛り上げていきますのであのぜひよろしくお願いします。 じゃあ島袋さんお願いします。と、うん、実は私来週が誕生日でこのダンコラ当日が十七歳初めてのライブになるので十七<え>歳 <laughs> <laughs> 若い。<laughs> <laughs> と今までよりもっとパワーアップしたライブができるように頑張ります。うん、応援よろしくお願いします。はい。うん えーっと実は僕、先週誕生日だったんですけど三33歳になりまましたあ33歳になって初のイベントなんで、はいまあ、個人的にはそうなんですけども、クールとしても楽しんで踊れたらいいかなと思ってます、えーっと、来てくれたお客さんもですね一緒に楽しんでくれたらいいかなと思ってますので、よろしくお願いします。 え僕は12月に誕生日を <laughs> <laughs> え年は言いませんけど、何しろあの今回来てくれるお客さんはダンスが好きだったり、歌が好きだったりという人が多いと思うので、落語に触れる機会はない人が多いと思うので、ちょっとでもえ落語ってこういうもんかなって知っていただければいいなと思っております。よろしくお待ちいいます、はい、じゃあ皆さん様々な思いで 挑まれるというこ本日は、えー、とですね「ダンコラボリューム3より4人の方をゲストにお迎えしました皆さんありがとうございましたありがとうございましたではそこ,こ,こ,れこ,こ,ここで1曲お届けしたいと思います、えー、本日はですねあ「ハンカチーフの日」っていうことでもありますのでまあ有名な「木綿のハンカチーフ」っていう曲をお届けしようと思うんですけども今日お届けするのはですねあの椎名林檎さんバージョン でお届けしたいと思います。それではシナリンゴさんで木綿のハンカチーフです。 レーズ武器じゃないのであ、しかもツイキャス切れとるやん,んツイキャスがですね切れてたみたいですけど申し訳ないです さてて戻ってまいりました結構ねリクエスト曲皆さん頂い,いて嬉しいんですけども今日ね多分ねゲストさんを入れるとコーナーがお押し,押しになって今日ねもう時間かけてコーナー用意してきたのであのまあもうちょっとももしししかかかたらリクエストかける時間がないかもしれないいれんですよね一応そのいただいたリクエストこういうのいただきましたよっていうのだけは皆さん名前だけご紹介させていただくんですけども。 ありがとうございまますすすす AKB AKB フファァンンささんんんがででねねあ、せチチャャララいいつも AKB ファンさん,、ね、ん <laughs> AKB フ,、ね、AK フ, AK ファンさんって言ってるんでつい言ってしまうんですけどチャラチャラ AKB ファンさんが「ヒロキーじゃリフレインが叫んでるよろしく」っていいですねゆみ、いいな時間がねちょっと多分んだから <laughs> かけれないと思うんでちょっと今日頂い,いたリクエスト 来週うんそうですね分かったじゃあもう最初冒頭10分とかぐらい10分15分20分ぐらいまでに曲のリクエスト頂い,いたら極力それをかけるようにしたいなと思いますねうん すすごいですねシナリンゴさんなんさんかねこのりごっってすごいってすすいいう話わかります例えばまあ有名なのが「りんご1個で医者いらず」とかっていう言葉あるんですけどだから朝のりんごは金昼のりんごは銀夜のりんごは銅みたいなのもあるんですけどこうなんか栄養価の面だけじゃなくて。 なんだろうこの例えばアダムとイブがまあリンゴを食べちゃって今の世界できちゃったっていうそのこのキリスト教の話もあるんですけどもこう人々をねリンゴは魅了し続けてるらしいですよあのー、例えばその今世界を魅了している iPhone アップルですよね Mac a p p l e ですよね。 まあに椎名林檎さんとかこの「りんご」ってなんか実はすごいフルーツですね、まあ、どなん何の話だっていうことなんですけど「野の,の中の銀の蛍さんがリクエスト予約で森,森山直太朗さんの「うんこの歌」短い歌曲だよって、あのー、探しときますね、あのー、変な歌をねその森山直太朗さんって歌ってますよね変わった歌を。 直太郎さん。直太郎さん ではではそろそろ CM 開けます 僕は午後3時41分を回ったところです。この時間は FM ギノワン九七のスタジオよりサザンブリーズをお届けしてます。それではここからは、えー、お知らせのお時間です。でですね、まず、えー、ギノワン警察署より交通安全のお知らせです。現在 技能案所管内では交通死亡事故が多発しています。特に道路横断中に歩行者が跳ねられるという死亡事故が増えてきています。運転士の皆さん、一瞬の気の緩みが大事故を招きます。運転中の携帯電話の使用、カーナビ、オーディオの操作、脇見運転はやめましょう。夕暮れ時は早めにライトを点灯して、相手方からよく見えるようにしましょう。 また、見通しの悪い交差点では必ず停止して左右の安全をよく確かめましょう。飲酒運転は犯罪です。少しだから大丈夫。一晩寝たから大丈夫では通りません。歩行者の皆さん、特にお年寄りの皆さん、朝の薄暗い時や夕暮れ時、夜間外出する時は明るい服装や反射材を身につけ、事故に遭わないようにしましょう。 えー「交通安全は家庭から」を合言葉にお出かけの際には「車に気をつけて」の一言をかけましょう「交通ルール守るあなたが守られる」を合言葉に宜野湾市民の力で交通事故をなくして安全で安心して暮らせる寝たての町宜野湾市にしましょうということで以上宜野湾警察署より交通安全のお知らせでしたそして えー、ひまりちゃん募金ご協力のお礼です、えー、FM 技のワンよりお知らせです拡張型心筋症と戦っている森川ひまりちゃんがアメリカへ出発しましたひまりちゃんの命を救うため募金にご協力いただきありがとうございましたということで最近またちょっとした緊急手術を受けたっていうことだったんですけどもまあ、元気に順調でこのドナーあの街の登録もしたみたいなので今後ですねまたひまりちゃん が元気に沖縄に戻ってくることをあまあ沖縄まあ多分今現在は神奈川に住んでんのか住んでたのかなまあまあ元気な姿でまたみんなの前にこの出てきてくれることをね祈ってあのまあ皆さんご協力ありがとうございましたということですねはい、えー、続きまして FM ギナオンよりあの。 リスナープレゼントのお知らせです。こちらもあのー、当選確定しておりますので、このイベントの紹介とこの。 当たった方はですね、今週末で FM 技能案まで取りに来てくださいっていうお知らせですね。世界の内南地大会公演イベント、ニライカナイ祭りが11月5日6日に開催されます。木名小吉さんプロデュースの内縄口と沖縄の伝統芸能のエンターテインメント性あふれた音楽イベントです。出演は木名小吉、チャンプルーズ、赤峰聖一、花バンド、八月踊り、旗頭演舞琉球舞踊、DJ、 ドイツ、オランダ、中国からのアーティストなど盛りだくさんな内容となっておりますえ会場は宜野湾海浜公園野外劇場え5日土曜日は15時スタート6日日曜日は11日スタートとなっております、えー、世界の内難中愚数字サビラということでえー、っとですねそれから、えー、今週同じく土日5日6日にですねあの 沖縄が生んだ大スターえモンゴル800主催によります、えー、フェスティバル What the Wonderful World2016 が開催されますでですね、えー、と11月6日日曜日の、えー、14時からですねえー、っとうちで番組を持ってます、えー、パーソナリティのポートリバーツ 毎週水曜日夜8時放送、ポートリバーズの人生はポリバケツの、ポートリバーズがですね、このビーチステージでの公演が決まっておりますので、皆さん、ぜひとも、まあね、本人から、あの、ポートリバーズのあさみさんからね、この夢、夢と思ってたものがついに現実になったという言葉をいただいたので、皆さんぜひ応援しに行っていただきたいなと思います。 えっとですね、えー、もう一度その詳細ですね。What the Wonderful World 2016、えー。11月5日土曜日、6日日曜日。雨天結構で、好天、天気は悪い場合は中止ですね。で場所は、富城市、豊崎、チュラサンビーチ、特設会場となっております、えー。会場11時、開演13時から終演21時30分予定しております。前売りチケットは 1、えー、一日券が7800円税込2日投資券が前売り1万5000円税込みとなっております、えー、お問い合わせは PM エージェンシー、えー、電話098-898-1331、えー、ホームページの方にも載っていると思いますのでぜひとも確認してくださいということで以上 FM ギノワン並びにギノワン氏からのお知らせでしたそれではですねえー、っと私のコーナーに行きたいと思います 思いま,すまあ特に曲は準備してないんですけども、えー、まあ今月からスタイルが変わってスタッフが一人で番組を担当することになったのでコーナーを作ろうということだったんですけど私はですね まあ、ゴシップ好きなので芸能ネタで行こうということで私のコーナーは、えー、ひろきの芸能チェックみたいな感じでお届けしたいと思いますその前にですねあの、せっかくこのコメントをいっぱいくれたのでいただいておりますのでご紹介したいと思います、えー、大体がですね、まあ、リクエストですね、えー、エコザイルさんが川島英語の酒と涙と男と女 のリクエストをもらってるんですけど今日ね時間がなくてですね皆さんいっぱいリクエストいただいたんですけどちょっとねかける時間がないのでまあ来週またゲストあゲストじゃないこのリクエストをお寄せいただきたいんですけども野の,の中の銀の蛍さんがじゃあリクエスト予約で森山直太郎さんの「うんこの歌」お願いしますってちょっと探してみますねで、えー、チャラチャラ AKB ファンさんがリフレインが叫んでいるはいユーミンだきましたっていうことで まあ来週ま,あまた来週ねあのかけてくださいってメッセージしてくださいではではこのメールもいただいておるのでご紹介したいと思いますヒロキックスハロハロエコザイルだと思うよわら秋といえばアルコールでしょでこの季節からポン酒え過去日本酒のぬる感が美味しくなってるよねそれと カンパチかぶりの刺身があれば言うことないね想像したらよだれがじゃあ後からやってきておりますありがとうございますあお酒っていうのもありましたねでもまあエコザイルさん秋じゃなくても飲んでるんじゃないですかはい <laughs> また今度お相手しますよはいえー、でそれから続きましてはい今日はシュケベ一人ね寂しいねワンが出てもよかったね MC もみ ペロキ真剣話しするけどワンうるましでや獅子舞のこれなんだろ巻いてか巻いての先生ってハゲてるケロ有名だわけさ福岡の博多どんたくにも呼ばれて熊本にも行ったよそして、えー、沖縄電力がスっポンポンスポンサーしている番組「うちの気分」にも出たよあの頃頭ハゲてた今はハゲてる話かわいしが ペロキーもそろそろ剥げたら安心またやーって来ております。あの、私、まあ、こう見えて頭皮ケアしてるので、そう簡単には剥げないと思ってるんで、もミみさん剥げた時はもう師匠ですので、その時はよろしくお願いします。はい。<laughs> 皆さんメッセージありがとうございました。えー、じゃあそれでは本日のこのコーナーに行きたいと思います。もう時間がないのでサクサクとお届けします。今日ですね、私がピックアップしたニュースはですね、 はい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 まずはこちらからご紹介したいと思います、えー、スギちゃんピコ太郎に対抗 OPPA やろうかな お笑い芸人杉ちゃんが1日、都内で CS 放送の旅専門チャンネル、旅チャンネルの新冠番組、杉ちゃんの旅は気まぐれの記者会見に出席しました。同番組ロケで沖縄を訪れた際に、韓国人観光客に英語で話しかけたところ、自分のことを知られてなかったと話し、I am PPAP。 で言ったたらら写真を求められたんだぜ今すごいんだぜ PPAP とタレント小坂大魔王が扮するピコ太郎の曲「ペンパイナポーアポーペン」の認知度の高さに驚いていたということででスギちゃん自身も再ブレイクを狙っており昔やってたおっぱい先生のネタを英語でやろうかな OPPA で。 と2007年頃やっていたというかつてのネタに触れこれをジャスティン・ビーバーに送るんだぜ絶対に受けるんだぜ曖昧みおっぱいおっぱいは本能寺にありと同ネタのフレーズとともに自信満々に語っていたとあるんですけども今日のねあのー、私がピックアップしたこの芸能ネタまあ何かっていうと皆さん PPAP ご存知ですよねもう知らない人はいないと思うんですけど私も先週 あのサザンブリーズ内でお届けしたんですけども、まあ知らああまあ、時間がないんでこの。<music> まあこれですよこれこれ皆さんご存知 PPAP なんですけどあやばいエコーが入っちゃってますね PPAP 最初聞いた時なんだこれはって思った方多いんじゃないですかまあ今でももしかしたら PPAP の存在を知らない方がいると思うんで今日はですね PPAP についてあと残り4分あるんですけどもご紹介したいと思うんですけどまあもうみんな知ってるよって言うかもしれないんですけどじゃあこの PPAP って まずこのやってる人なんですけども誰なんだっていうことなんですけどもまあ知ってる方は知ってるんですけどこれピコ太郎さんっていう方がやってるんですよまあピコ太郎さん、プロフィールがですね年齢53歳職業シンガーソングライター出身が千葉県でこの PPAP は神奈川県厚木市内のスタジオで再生されたあ撮影されたみたいなんですけどもでまあこれ、どんな歌だってまあ本人はですね曲のテーマとしては。 地球温暖化、絶滅生物の保護、あとはキスしたいなとか、噛み切りたいなとか、いろんな気持ちの入った歌でございますっていう風に言ってるんですけど、まあ、この短いフレーズの中で、どこにその要素が入ってるんだってまあ僕は思うんですけども、じゃあこの PPAP、いつから流行ったんだって話なんですけど、まずこの PPAP があのですね、最初に公開されたのが8月25日みたいなんですよ。 で当初はですね中高生を中心にこの瞬く間に広がってたみたいなんですけどまあそのことに対して、まあ、世界的メディアの「タイム」とか BBC、CNN でも取り上げられてで,そで一番のきっかけになったって言われているのが、まあ、9月28日、PPAP が初めて公開されて1ヶ月後ぐらいにですねあのー もう若い子に大人気のジャスティン・ビーバーがですね、ツイッターでお気に入りのビデオっていう風に書き添えて、で、当初700万回だったらしいんですよ、そこからなんと1週間で2400万回に再生回数がバーンって上がったみたいなんですよ。で、10月8日にはあのアメリカの ヒットチャートのビルボードで,です、ね、77位を獲得して松田聖子さん聖子ちゃん以来の26年ぶりの100位以内達成してでこのビルボード100位に入った曲で1曲の尺が最も短いとしてギネスの世界記録に認定されたみたいなんですよ。 まあそれになんか便乗して神奈川県藤崎市のパン屋ではパン,アイパ,ンパイナポーアッポーパンみたいなのをね期間限定で販売したみたいなんですけどもまあこんな感じで巷を席巻してる PPAP なんですけどまあ流行った理由がですね例えばその日本の言葉ってこのいいえっていう言葉も OK のいいえとダメのいいえがあるじゃないですかなんだけどもこの PPAP はシンプルで私ペンあります。 アップルはリンゴありますっていう風なこのとってもシンプルなのが非常に分かりやすくて外国でも受けたとかあとインターネットで拡散されやすくなってるとか覚えやすい真似しやすいで日本人って流行ってるものに対してすぐに乗っかるじゃないですかだからそこに引っかかったとかっていう要素があるみたいなんですけどもでこの PPAP 今後どうなるのかっていうとなんと 12月7日にですね、えー、ピコ太郎さんファーストアルバム PPAP を発売するみたいで、まあ、そこにはまあ秘蔵映像とかその他の楽曲「選手をおかけした」「返してくださいよ」とかっていう曲も入ってるみたいなんですけどでさらにはですね食べられるペン,あパ,ペンパイナップーアッポーペンということでですね PPAP カフェがですね東京に期間限定でオープンするということがあるらしいですよということで本日の ヒロキの芸能情報は PPAP についてご紹介しました本当はですねもうちょっとですね細かく調べてきたんですけどちょっと時間がねなんせ足りないんで今日はこの辺でお別れしたいと思います、えー、皆さん今日も1時間お聞きくださりありがとうございましたお会いだよ FM 技能湾のスタッフのヒロキーでしたまた来週細かい芸能ニュースを紹介するので皆さんぜひ聞いてくださいそれではまた来週さよなら <laughs> 曲の切れ目と番組の終わり目がちょうど一致しましたありがとうございますちょっとだけなんですけども実は9月21日の日刊エンタメクリップの情報だとまだですねえー、っとこの時は60万回だったみたいなんですよで9月30日え北斗晶さんがハマってるってブログで紹介した段階では 1,100万回なんでわずか5日ぐらいでまあ60万回から1,000万回までブーンってやっぱこれジャスティン・ビーバーの影響でしょうねでその外国人のそう記者がですね言うには「この歌はとにかくハッピーになってバカバカ,しバ,カバカしい」とかで「スペインでも有名ですよ」とか。 あとインパクトが大きくて一瞬で見られるところがいいですねとかっていう風な感じでいろんなところがこの PPAP が何で流行ったのかっていうのがあるんですけどまあ PPAP 持って今年だろうということなので、まあ、小坂さんこれに便乗してたっぷり稼いでいただきたいなっていう思いますということで本日のサザンブリーズをお届けしてまいりましたで皆さんまた来週ね本当とねもうちょっと細かい芸能のどうでもいいネタとか紹介したかったんですけど今日は時間がなかったので PPAP をちょこっとだけ。 紹介しました。それでは、じゃあ、また皆さん。来週もよろしくお願いします。それでは、また来週。